はい、どうも、浦島坂田線の浦田と島と坂井太郎三千人間浦島坂田線イントロ見せこの企画のためだけに今まで生きてきた。そういうことです、うん。この企画のために僕らがメジャーデビューしたと言っても過言ではない。そうメジャーデビューした。この日のためにオリジナル曲をたくさん作ってきたので、作りすぎた、はい。さらに何度ですね、僕らのオリジナル楽曲、皆さんの同人ソロも含めると、なんとですね、はい、曲数が、はい、なんと200超えてます。おー、同人も今回じゃクイズに入ってんの？入ってないです。びっくりした。まあ、今回、サム君に約20曲、うん、おお、全体 4人曲のね、はいはいはい、全体曲用意してもらったので、そしてなんと一番ポイントが高い人にはポイント、なんかプレゼントあるの？なんとですね、なんと浦島坂田線王という称号を与えます。うわ、じゃあこの4人の中で王名乗ってもいいってこと？そういうことです。これでかい、ヨアとか言ってもいいですか？ヨア1人以上王の方がじゃあリーダーより偉くなってしまう。偉い、偉い、ね、マジ。じゃあ早速やっていきまーす。絶対勝つ。それでは浦島坂田線王を決めるイントロクイズスタート。第1問。見てなかったよ、シマさん。うわ、マジ？シャウター！正解です。いやー、マジ押すの？押さなかった。正解したから1回休みやな。なんで？絶対みんな同点なのに。王になれないシステム。第2問。千田さん。負けた。いや、今浮かんでんねんけど、いや、もう今間があったからなしにする。もうでも出したやっぱり。せなさん受付です。くそ、聞こえた瞬間遅れた。しまさん。マジか。世界で一番好きな名前。正解です。うわー、キャスクは分かっても名前がすっと出てこんかったのよ、頭の中に。あ、失礼王や。失礼王。なんでだよ。失礼王や。お前らも絶対俺のうてつきがあったから考えられただけだろ。失礼王や。第3問。あ、浦田さん。あ、正解。ちょっと不安になったわ今。ちょっと遅くなかった？遅かったね。みんな遅かった。みんな遅かったね、反応がね。あ、そのピンポンね。そう、気づくまでがね。うわ、よかった、今1ポイントあった。よし、これ意外とむずいな。むずい、マジむずい。あの、名前とマジで結びつかんすぎた。そうラフがある。知ってんねんけど、そう。確かに。3秒あったら絶対わかんないけど、うん、1秒むずいわ。いこう、次。邪魔します。ちょっと楽しくなっていったわ。第4問。ドリマ。第5問。しまさん。まこと。正解。しゃー、すごい今ので。イーアルファンクラブ。俺、一瞬俺もイーアルファンクラブができた。そうそうそう。あ、俺らカバーしたもんなと思ったもんね。俺、まんじゅうしゃげたしたもんな。あのドラの音ね。歌ってるもんな。第6問。浦さん。え、2人の曲で夢緑。正解。あ、もうあるやん。それもあんの。第7問。志麻さん。ポーカーフェイス。あ、間違えた。ポーカーフェイス。ブブー。やった、すげえぞお前ら。うわー、千田さん。ポーカーフェイス。正解です。うわー、やった。第8問。流れました。流れた今。え？待て。聞こえ。え？流れたの？流れました。流れた。もう一回。ちょっと待って。マジですごい。あ、千田さん。スタイリフルーズ。正解。うわー。そ
その後聞こえたか、そのままここまで聞こえたから分かったよ。今ボーンだけじゃ分からない。ボーンだけだったね今。おもろ。第9問、村瀬さん、飲めやめたいや踊りや騒げ。正解。あぶねえ、タイトルが難しい。これむずい、俺も飲めや歌いやかと思った俺。飲めや歌いや、飲めや歌い、踊りや騒ぎまへん。俺がよくタイトルコールライブ前やってたの。ここに来て、ここに来て、それがママ。第10問、セイカさん、ギャラクシー。正解。そりゃそうか、そりゃそうか。現在のトップはブラスさんです。お、何ポイント？4ポイントです。おっしゃ。次の島さんと千田さん3ポイント、3ポイント。いやべ、え、お手つきマイナス1じゃないの？じゃないです。休んでる、休んでる、休んでる。なんかずるくない？ちなみに坂田さんは0ポイントです。もう無理や、諦めた私は。いけるいける、行こう。はい、はい、じゃあ11問目千田さん、スランバーナンバー。正解。おい、待って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 、ソロ入ってんの俺。メジャーソロ来てんのか分かんねえ。ソロ？メジャーソロか。いやこれ。じゃあ第12問目志麻さん、シンデレラステップ。正解。よいしょ、よいしょ、よいしょ。並ばれた全員3人に。第13問目千田さん、幸せな大本日とか。正解。うわもう早いって。押された瞬間絶望した。これ分かってから押すのもう遅いな。これ下がった、もう分かりかけたら押すしかないな。よ、島のソロもある。くるくる、あと2問でこのソロあるから。ソロソロ来てるから。来てる来てる。いや、それも負けるやろ。よしよし。第14問目スリーツーワンが頭から離れなった。分かった。もう流すしかないんじゃないですか。もうちょっと流すじゃん。待って待って。もういいですか、いいですか。あ、じゃあ皆さん、フォーチュー。正解。おお。さあ、フォーチューンか。あと何問ですか。あと6問あります。あと6問いける。行こう行こう行こう。佐田さん、逆転のチャンスはあります。あるよ。全部正解。全部正解すれば。それは無理や。いけるいけるって。頑張れ。自信持て。じゃあ第15問千田さん、シンプルラブ。正解。シンプルラブ、こんな感じやったんや。そうやって、シンプルラブじゃないですか。16問目うわー、うまい。千田さん、リクープ。正解でーす。ちょっとソロバリしたろ、ソロバリしたろ、ソロバリしたろ、もうしてた、してた。スティールとリクープとノートだけは分かんなきゃ。サイセンスうわ、これあと絶対サガなのよ、絶対行くぞ。17問目え、あ、あ、サガさん、あー、ダメだ、ごめんなさい、ナイスで。セナさん、ハローゴーストシップ。正解です。俺、ハローフォローで出てきてチャブだと思って。最大のチャンス。ハローフォローが出てこなかった。やべえ、セナポイントめっちゃ取ってるわ今。ブラスさん5ポイント、はい、島さん4ポイント、坂田さんは、まあ、いいか、千田さん8ポイント。よっしゃ。もう俺が決まってるやん。取るしかないな。マーシーを取ったらダメ。もう合体したらええやん。坂田さんは0ポイントです。俺と合体する。お前と合体するとどうなの。なんもない、なんもない、ゼロ。18問目いきます。え、坂田さん、スクールボーイ。正解。これね、一番頭の中にね、出てきてなかった。俺もスクール。俺はスーパーヒーロー。これもね、俺もスーパーヒーローだ。俺ノーライフ、ノーライフ。ああ。ゆうくんありがとう。ありがとう。救われた。ゼロ回避。ゼロ回避。よっしゃ、次2個。ラスト2問です。はい。はい。19問目。出てこない。何これ？ダン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 出して、もう回して、
って言ってもうマジ俺分かる分かるんだけど、あのあれかな、あの出てこズンデデ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 あ、いや、いいっすか、じゃあ行きます、君ちゃんに行けるいいっすよ、もうこれ、だもうみんな、行くで、うん、出会いがない正解です、やったー出会いがない、あんな始まりやった、そうだ、そうだ、ドゥン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 、あ、痛い、あ、あーそういうこと、詳しくは懐かしい、あ、聞こえてた、うん、あ、聞こえてたわ、もう、千田さんが8ポイントで、ほぼ決まってるんですけど、最終問題は何ポイントですか？そうなんです、5ポイントじゃないですか？およ、おーじゃん、やるよ、5ポイントで10やろ、そうね、10やろ、最後の5でも勝てないから、頑張れば勝てない、何のための19もやって自分で言うてしまうけどじゃあラストポイント10ポイントしゃーっいきます、20問目せんなさん、うわでもこれは負けやな、ソロだけやもんねそうね、死守したよ、死守した、じゃあ一応最終発表お願いします、そうね、はい、いや先の俺でいいよ、いやもう決まってるから、いや3位まだ分からない、まだ分からない、では同率の人がいるんで同率から、同率桃鉄ルール、ああなるほどね、第2位、おっ、え、2位どれ、ブラスさんと島さんです、あったあった、はい、同率の同率やから、もう一個下に行く、1、2、2、4やね、1、2、2、3やちゃうな、まだ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 お前が決まったわけ、うん、まだ決まった、逆に以上あるか、分からん分からん、桃鉄ルール、逆に以上あるか、桃鉄ルール、一番当たらなかった人にスター来る、これもう2人走ってるからね、お前が当たってこんなんだって、こんなんだってやってんだよ、やってんだよ、もう当たろう、もう当たろう、ここまでいっとるわ、すいません、1対1の発表お願いします、1位は当たるぞ、俺せんなさんです、あー、ありがとうございます、あ、こいつ、ありがとうございます、いや、早かった、ほんまに、早い、10ポイントなくても、実際9ポイントそうそうそう、そうなんすげーわ、何ポイントですか、ちなみに10ポイントプラスで9、5、5、せんなさん、18ポイント、やば浦田さん、5ポイント、5、やば、島さん、5ポイント、佐賀さん、1ポイントです、どうしたもう言い訳も何も出てないし、ヒーローインタビューしちゃってください、負けたやつよりも、いやー、浦島坂田さんは、うん、ありがとうございます、せんなさん、さん、でも実際、正直、なんやろ、ファインプレーはなかった、みんなが分かってて早かったけど、なんかその、フォーチューンとか、出会いがないとか、その、最近やらせてもらってなかった、曲はもう全く浮かばなかったから、出てこんよね、うん、まあでも、浦島坂田戦はせんなさんなので、じゃあ今後の抱負を言って終わりましょう。あ、そういうの、王からの。王からの言葉でございます。はい、ファーストオーダー。ん？ごめん。俺からの最初の指令だ。お願いします。まあ、こんな風にね、我々いい感じにやってるんですけれども、皆さんやりましたか？今日我々に勝った人はどれぐらいいるんだろうか。次は君の挑戦を待っている。あ、意外とクルーより早かったんじゃない？早かった。どうなの？早かった。ちょっとだってソロですらもう。ね、ここの2人とさ、クルーとバトラスだよね、なんで俺とクルーがやるのみんなでやったやつじゃあバイバーイ、バイバーイ、面白いでも